ワッキー貝山の夏型紹介。ワッキーワッキーワッキー、スワッキー貝山です。さあ、ということでまずはこちら、今出ています昭和レトロガチャ最強コレクショングラフィック社から出ております、ガチャ本の第5弾160ページフルカラー1000アイテムのガチャガチャが載ってます。はい、もう後ろにはですね、懐かしの駄菓子屋さんの写真なんか載ってますし、表にはですね、中にですね、忘れ物ができなかったレアなガチャガチャも結構載ってますんでね、はい、ぜひ探してみてください。よろしくお願いいたします。50円機から紹介する YouTube でございます。コスモスのね、はい、まあちょっとね、ここ何回かにわたってこの分に載っているものを、ね、リアルに紹介しようかなと思っております。さて、今回はこちらヘビゴマということでね、ニョロニョロと、可愛らしいでございますがね、さあ一体どれが当たるんでしょうか、ね、一つ目は当たらないというのがこの動画のこだわりでございますが、はい、ね、外れでございます。これすごいですね、これは。はい、まずこの赤い素敵な方、これはですね、サイドスケッチ、これ後ろにね、ポコッと穴が開いてる、これはね、コスモス製なんですけどね、それと一緒に入っているのがこの気持ち悪いヘビ、ね、これ何かっていうと、コスモスのですね、スライム、スライミーに入っていたヘビ入りスライミーってなってます。それのうちのヘビだけ、ね、余っちゃうと、この手が一緒になって入って、ね、こういう感じで出てくる。これもコスモスマジック、素敵ですね。はい、大場久美子さんとインベーターとヘビが一緒に入っているカプセルはこれ載ってますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあそろそろ出てくる。よいしょ、あ、出てきました。これがさ、ヘビゴマ108ページにドーンと載ってます。関東ですね、一番上に載ってますが、はい、こちらでございますよね。はい、説明書も載ってます。ヘビゴマ遊び方ってことで、こうやって図のようにヘビを下に置き、ヘビのそばで駒を回します。不思議不思議、ヘビがニョロニョロと動き始めますってね。あー、面白い。鉄の蛇とこのコマの部分が近くでくっついて、蛇の上だけを動くっていうね、うん、なかなか難しいですけどもね。まあでもよく考えましたね、こうやってやるとペタッとくっつくというね。はい、ということで、今回はコスモスから蛇ゴマご紹介いたしました。もちろんチャンネル登録よろしくお願いいたします。グッドボタンやいいねボタンもよろしくお願いいたします。それではお知らせです。懐かしの白もさすがに、うわすごいね。